アマルガム修復とは、葉の修復に際して、修復材料にアマルガムを用いる修復法。日本では1970年代までしか修復材料として頻繁に使われていたが、近年では水銀の害の問題が大きいため、あまり使用されていない。しかし、安価であることから未だに使用している国は多い。アマルガムが、 しか修復材料として使われ出したのは1826年のフランスといわれる銅アマルガムと銀、鈴アマルガムがある。銅アマルガムは銅と水銀の合金に少量の鈴または銀が添加されている。銅の殺菌性などにより活用されていたが銅や水銀の溶質などの問題があり現在は使用されていない。現在使用されているのは 銀鈴アマルガムで、金と鈴の合金に、銅や塩を添加した粉末を、水銀で練ったものである。カキは、銀鈴アマルガムの分類である。金属粉末の形状により、3種類に分けられる。金属粉末の組成により、大きく2種類に分けられる。従来型アマルガム連和により AG、SNHGAG、s n a g h g s n h g という反応によって、 アマルガムができる。ガンマ2症は、腐食に弱く、機械的性質も悪い。これが、従来型アマルガムの弱点となっている。無亜鉛型アマルガム従来型アマルガムと比較して、亜鉛が存在しないこと以外に違いはない。亜鉛はもともと合金作成時の酸化防止などのメリットはあるが、稼働重点の後は異常膨張を引き起こす原因となるため、 通常の従来型アマルガムでは安定性が低下してしまう。無鉛型アマルガムは鉛を歩くことで安定性を確保した。行動型アマルガム混合型単一イ型などなど、ほぼすべての稼働に適用できるが、神秘性が低いため通常前歯では用いない。IQ 稼働が最も適用する。ただし、IQ 稼働でも範囲が広い場合は、 金属インレ令等を用いた方が良いと言われている。稼働形成隔壁の作成、電話重点バニッシング隔壁の撤去彫刻、光合調整研磨注意すべき点として等がある。通級稼働や場合によっては、IQ 稼働においても、マトリックスバンド等で隔壁を用意し、固定する。合金粉末と水銀を必要量計量し、連話する。連話と機械連話があるが、通常、 機械電話を用いる。電話は不足しても多項性になるなどし、機械的性質は落ちるが過剰でも収縮が大きくなるなどの問題があるので気をつける必要がある。アマルガムキャリアで稼働に運び、圧接しながら充填を行う。この際、アマルガム泥に水分がつくと性質が低下する。バニッシャーにより中央から変円に向け圧接同時に余剰分を除去する。 周囲の歯とスムーズに移行する形態。また溝も彫刻する。光合指等を利用し、光合状態を調整する。この後数時間は食事をしてはならず、半日程度は硬い食物は避ける。完全硬化まで最低24時間、可能ならば1週間程度経過させた後研磨を行う。中水化、アマルガムの反応性生物ができないよう、 高温高圧を避けながら研磨する。ありがとうございます。